参りました。はい、ね、どうもモードですね。初めて見られる方もいるかと思います。まずはね、自己紹介の方させてもらいますね。どうも、どうも、ありがとうございます。私はチャイルドケモンハウスアートディレクターのかなこと言います。チャイルドケモンハウスは、ね、病院のような場所なんですが、そこでデザイナーという仕事をしてるんですけど、他に、ね、ファッションの仕事を、ね、実はしているので、このイレクターを使って、ファッション面白いなとか、もっと、ね、おしゃれになりたいとか、ね、いろんな興味を持ってもらおうと思って、どうもモードですというプログラムをさせていただいています。はい、ね、今日もいろんなファッションの話させてもらいますよ。で、さっきからタイトルで言ってるこのね、どうもモードですのモードって、何かというと、どうも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 ですよ。モード、これね、フランス語で流行とかファッションという、意味があります。だから今日のね、みんな何々モードで行こうみたいな話も、したりすると思います、ね。ここで出てくるモードはフランス語の流行ファッションということで使っています。はいはい、ということで、ね、これは私のスペシャルな、アシスタントのハナ・スプリングさんですね。彼女はファッション業界で働きたい、ね、将来はファッション誌の編集長になりたいと思って頑張っている女の子です。ぜひね、覚えてあげてください。さあ、花ちゃん、今日はね、どんなことをしていきましょう。じゃん、DJ 花、ちょっとね、チャラい感じになってますが、今日の花ちゃんちょっと違いますよ。 DJ 花ちゃんということで、実はこういう風にじゃんね、ファッションに関する質問をね、いろいろ、もらってきました。いろんなとこからもしね、あのチャットで何か質問があって、あの答えれそうだなと思ったら反応します。で、あ、この質問今は無理だなと思ったら、ちょっとスルーするかもしれないけど、またね、違う、あのどこからか気になる、いろんなとこですよあのね、あの取り上げようと思うので、まあ、チャットとかね、書いてみていただけたらなと思います。さあね、笑ってくれてる、ありがとうございます。はい、じゃあね、まず1番目のね、お手紙から読んでいきたいと思います。ちょっとね、ラジオっぽく言いたいんですけど、まあなんて顔が映ってるんでそうはいかないですね。はい、まず1枚目ね、おほ先生、はなさん、こんにちは。僕はおしゃれに目覚め始めた中学生です。おー、いいじゃないですか、中学生。雑誌やテレビを見て、いろんな人のファッションを真似るのがマイブームです。ね、いいと思います。あのファッション、私スタイリストもしてて、スタイリストを目指す子に、授業することもあるんですけど、まずは、好きな人とか、アイドルでも、女優さんとかモデルさんでいいので、真似をして、くださいということですよね。すごくいい、あのことだと思いますね。で、そこでふと疑問に思ったのですが、同じアイテムなのに違う名前がついているものがあるように思います。これってなぜなんですか、教えてください。気分ルンルンさんからね、いただきました。ね、これどうですか、皆さんは、同じね、アイテムなのにどうして違うんだろうってね、思ったことありますかね。ね、私も結構この呼び方で言ったら伝わらないんだっていう時があったりとか、また新しい名前だなって見たら、全然、このアイテムのことを言ってるんだ、ね、あるって言ってくれてますけど、ありますよね。そうなんです。例えば、こういうことですね。これ、ね、わかりました。今日ちょっとアナログも入れていきますよ。いろんな事情で。これね、ベストの形なんです、ベストね。みんなどれが慣れてますかね。初期っていう人も多分、ね、字で知らないっていう人いますよね。で、字でね、これ最近というか、ね、その数年前から言い出した言葉なんです。で、私も初め字で、字で流行ってるよって言われた時に、って知ったかぶりしたんですけど、後で調べて、あ、ね、ベストやんって思ったことがあります。これ何かというとですね、英語、日本語、フランス語ってことです。一緒やんっていう。ことなんです。で、ね、
ね、ベストとか言いますよね。あ、だからどれ言ってもいいです。今日は直撃でって言っても全然構いません。でもなぜかちょっと直撃って言ったら、なんかあの、なおじいちゃん感出ちゃうのが不思議な感じがしますけど、でもあの、絵本とかでありますよね。ネズミくんの直撃とか、あるので、あの、使っても全然いい言葉です。で、なんでこんなに、言葉が違うのかっていうのは、まあいろいろあるんだけども、ファッション業界はやっぱり新しいものが好きだったり、やっぱかっこいいのに、あの、寄りがちです。だから、もともとあったベストっていうところも、フランス語に読みが高いし、ちょっとかっこよくしたりとか、うん、おつけな世界なんですね。で、変わることも、全然あることなんです。うん、で、他にね、どういう言葉があるかというと、例えば、ね、これ、ハイネックのセーターとか、とっくりセーターね。とっくりって最近言わへんかな。でも、多分、見てくれてる人に、おー、わかるわかるって言ってくれてる人も絶対いると思います。あと、タートルネックって言ったりもしますよね。あの、亀の、ここね、首ってことで、タートルネックって言ったりして、あ、ほとんど一緒です。精密に言ったらちょっと長さとか折り曲げるとか、そういうところも出てくるんですけど、全然伝わるので、使ってます。あとは、これ、なんか一番新しい言葉で言うと、ジッパーなんですって。でも、チャック開いてるよって言うし、ファスナーつけてねとか、前のファスナー閉めようねっていう話もすると思うので、これも全然使えるね、話で。これね、開くやつね。こういう風にして、いっぱい言葉がね、あります。で、時代で変わったかなっていうね、のを集めてみました。例えば、アウター、ね、あの、ね、おしゃれな、あの、お店に行って、上着ありますかっていうより、アウター売ってますかっていう方が、ね、なんとなくかっこいい。でも全然いいですよ。上着でも全然伝わります。大丈夫です。恥ずかしがらずに言ってください。あとは、なんかグッズのことを、まあ、これは普通に言うけど、レインブーツってね、いうこともありますし、耳当てね、イヤーカフっていうこともありますよね。で、ランニングのこと、タンクトップとかね。で、キャミソールは、タンクトップとかに見えるけど、あの、線の細さが違うので、またそれはアイテムが変わってきます。あとは短パン。で、ハーフパンツっていうことですね。まあ、日本語と英語を混ぜてるみたいな感じ。あとはホットパンツ、ショートパンツね、もっと短いパンツの子ですね。で、トレーナーのことスウェットって言ったりとか、もうこれはどっちも言うけど同じことね。で、ジャンパーをブルゾンって言ったりね、芸人さんで出てきたから言ってるわけじゃなくて、ブルゾンってね、言ったりします。あとはスパッツ、これもすごい変わった一個だと思います。ね、もうスパッツを履こうみたいな話を言ってたけど、そうじゃないとおしゃれアイテムの一個としてレギンスっていう話になりますよね。あとは、ジーパンね。ジーパンも最近、ジーパン売ってますかって言わずにデニムって言いますよね。ただ、ジーンズって言ってしまったな。で、セーターのことをニットってね、言ったりして、まあ、こういう風に変わったりします。ただ、今でも通じるし、言ってて全然おかしな言葉ではないということですね。はい。ということで、どうせ同じ名前なのに、やっぱりややこしいよね。違うのっていうのは、時代に合わせて名前も変化するということですね。ね、それが流行っていう話になりますから、流行っていうのは本当に回ってくるもので、昔流行ってたものが今、新たにもう一回取り出されて、流行になるってこともありますね。あの、ファッションってね、発明品じゃないので、あの、人間の形が、こう、すごく変わるものじゃないと思うんです。100年で、なんか、まあ、もちろん背の大きさとか、細さとか、そういうところはちょっとずつ変わってくるんだけども、基本変わらないので、切れますので、流行というのは、そういう風にまた戻ってくるってところは面白いところですね。はい、どうですかね。気分、ルンルンちゃん、ルンルンさん。ね、あの、恐れずに、どんどん、あの、アイテムをいろいろ着ていってみてください。はい。それでは2枚目ね。次のおはがきに行ってみたいと思います。さあ。はい。もこ先生、はなちゃん、こんにちは。と。この前、テレビで、
月に初めて行った人の話を知りました。おね、あの月に初めて行った人いるんですよ。で、私もいつかは初めて何々した人になりたいななんて思っています。すごいですね、初めて何々した人ね。あ、でも私もそういうの結構嫌いじゃないですね。なんか病院に初めているデザイナーとかね、すごいなりたいなと思って、まあ今初めてかね、どうかちょっと調べないと分かんないんですけど、自称初めてにで、そこで私は、人間で初めてパンツを履いた人をいるんでしょうか、教えてください。アポロンね。着物もごめん、先の話に戻るけど、着物もね流行ってると思います。あのいろんな柄が現代風になって、例えば昔は水玉とかなかったけど、それをね、斬新に柄にして着物ね着たりするので流行ってると思います。はい、でパンツね、パンツの話戻りましょう。はい、ね、パンツどうなのかなということでちょっと調べてみました。で、調べてみると紀元前3000年ね、紀元前3000年ですよ、今から5000年前の、ルートル博物館に所蔵されている、銅ね、こういう銅があるんです。シュメールっていうね、文化の時の銅があるんですけど、そこに、婦人のうち一歩が履いてるのがちょっとパンツっぽいと、うん、もう履いてるじゃないかっていうふうに、見られてます。で、もともとはその腰に布を巻いていたんだけども、スカート状態ですよね。それがちょっと邪魔じゃないかということで、端をね、固定しようっていう考えから生まれたものじゃないかなっていうふうに、言われてます。なので、だから5000年前には、それらしきものがあったんじゃないかなっていう、ことですよね。ね、5000年前って言ったら日本ね、日本まだ始まってないんちゃうって言われてるけど、そういうわけではなくて、日本も縄文時代っていうことで、土器作ったり、ね、陶器作ったりして、ね、日本も文化が始まっています。その時にはもう、パンツをね、履いてる人がいたんじゃないかなって言われています。で、さらにですね、見つけました。日本で初めてパンツを手にした人。これね、こういうの残ってるんですね。で、誰かというと、豊臣秀吉。ね、これ、デキトークにも使いますし、デキトークを見てね、面白いから。なんかね、ポルトガルから送られてきた、プレゼントをね、寄贈されたものの中に、婦人用のパンツが入ってたんですって。ね、すごいよね。でも、秀吉は吐いたって記憶は残ってないですよ。なんだろうなって感じだったのかもしれません。ただ、こういうね、記録が残っているということです。で、もちろん、だから、日本にそうやって入ってきたから、じゃあ履いてみようかっていうことになったのかって言ったらそうじゃなくって、やっぱりね、西洋と日本では着てるものが違うかったんですね。先も着物履けるかなって言ったけど、和服を履いてたわけですね。で、和服に、今は履きますよ。和服でもパンツ。でも当時は履くと、なかなかね、例えばトイレに行きにくかったりだとか、やっぱりその着てる服にパンツっていうものはなかなか合わなかったので、それから随分後になってから、男の人もパンツを履くようにね、男の人もパンツに履こうようになったというふうにされています。ね、そういうことが残ってるんですって。しかもなんかね、福沢諭吉が江戸末期にそのパンツってこういうもんだよっていう風にして、ちょっとね、広めようと思って、普及させようとしたんだけども、やっぱりそれでも広まらなかったんですって。それでも着物が多かったんです。ね、だからパンツ1枚調べたら、もうそんだけ有名人関わってくるんだなと思って、ちょっと発見でした。なのでちょっとこのね手のことをちょっともうちょっと開けて第2弾の、質問系のねモードをしようかなと思ったのがね、これは私の事情ですけど、ね、思いました。面白いですよね、なので、これなんかね初めて、パンツを履いた人は誰ですかということで、豊臣秀吉、履いてはいないけど、っていうことが答えになります。ね。
シナポロンさんもね、ぜひ、初めて〇〇した人、目指してみてください。さあ、続きまして、ね、どんどんいっちゃいますよ。ね、履いてたかもしれませんよ。リンゴさん。なんか部下というか、付き合わせに絶対言うなよって言って、ね、そういうの残ってないからね、そういうのだから あるかもって思って、なんかタイムマシンがあったらなとか想像するのも楽しいですよね。はい、では次のね、質問行ってみたいと思います。はい、キーゴクレープさんから、この前、お母さんとクレープを焼きました。美味しいですよね。液体に鉄板を広げて、一枚の大きなクレープ生地ができて、大好きなイチゴを乗せて食べました。美味しかったです。私が着ている服も生地ね、出てきていますが、クレープみたいに作るのかなと思いました。どうなんですか？教えてください。と。ね、食べたい。ね、本当ですよね。クレープとかホットケーキとか、たこ焼きとかも生地って言いますよね。不思議ですね。そこちょっと調べてないですけど。ね、こうやってお洋服を作るのも、生地って言います。で、考えてみたら生地ね、どうやって作られてるのか不思議ですよね。で、皆さんはね、生地屋さんとか行かれたことありますかね。なんか大きな一枚の、布ってね、生地が、巻かれて売られてると思います。ね、それが生地になった状態ですが、もともとは、どういうことなのかというと、繊維という、言うたら、それも糸からできてるんですね。細い糸のような物質です、まずは。それを、より集めて糸にして、そこから布になってます。で、繊維ってどんな種類があるのかなっていうね、ことをちょっと話したいと思いますね。布って何かですよね。じゃん、こんな感じです。まず、天然繊維と化学繊維っていうのがあります。で、天然繊維っていうのは、自然から取れるものです。植物性と動物性があります。植物、ね、例えば、綿とか麻ですね。綿っていうのはよく聞くと思います。だから、麻も綿もどっちも葉っぱがあって、そうそう、綿です。花が咲いて種ができてっていう植物からできているもの、そして動物、繊維っていうのが羊の毛ね、羊さんも毛をね、刈られてるシーンとか見たことあるかな、羊、そして、絹、ね、絹は蚕ですね、虫からできてるということですね、まあ、そういうふうに言っています。で、今日ね、持ってきたのはまずこれ、何かわかりますかね。これ、羊毛です。羊の毛です。はじめは、飼って、で、きれいになめして、こういう形になるんですね。で、よーく見ると、わかるかな？これ、糸の状態に、糸がいっぱい集まった状態が、なってますよね。こう、舞う、本当に細いので、舞う感じもつける感じですね。これ、羊毛になります。これを、言ったら、わかりやすく言えばね、こうなったものをこうねじっていくんです、こうやって。そしたら、どうかな、ふわふわ柔らかく切り立った。こういうふうに、寄っていくと、糸になるのわかるかな。ね、これもっとよじればよじれると、硬くなるんですが、これが言ったら毛糸みたいな形ですね。で、こうやっていっぱい糸を使って、これを、折っていくっていうのが布になります。もう一個、今日ね、こういうものも持ってきました。これね、繭玉って言います。わかるかな？言ったら絹の元です。蚕の、抜け殻みたいなものですね。今これ美容とかすごくね、お母さんとか使ってある人いるかもしれませんが、絹って布見てもらったら分かるけど、それは光沢があって肌触りが良くって、それだけ繊維が細いんですね。だから顔をこうやってやるとツルツルになるみたいなね、ことがあって、こうやって繭玉って美容のとこで置いてたりします。これも、分かるかな？ね、糸が絡まり合ってね、これだから虫からできてるって本当すごいよなと思うんだけど、なってます。だから、さっきよりもかなり細い繊維ってことですね。
なので、羊の毛からできたものと、こうやって絹のからできたものの質感っていうものが全然違うってことですね。はい、なので布はまず繊維糸からできていますが、でその糸を、あ、ね、まずね、で、あとは化学繊維ということで、化学繊維は、例えば石油だったり、ね、そういう薬品とかからできている、自然にはないものから作られているのは化学繊維ということです。なのでまあビニールとかもあるし、あとはそれ、ね、レーヨンとかキュプラとか、あの服の種類に絶対性質の表示があるので、一度見てみてくださいね。 100% なのかポリエステルが入っているのか、それで、全然、ね、布の質感が違かったり、決して、ね、天然繊維はがいいとか化学繊維がいいっていうわけじゃなくて、それぞれの用途によって使い分けるっていうことが必要です。あのスポーツ用品とかだったらね、綿よりもやっぱりすぐに乾くような素材がいいとか、そういうことがあって使い分けをしているってことです。まあ、天然のものと化学のものがあるというのはちょっとね、覚えてもらえたらいいなと思います。そして、さっきね、出てきた、ね、糸を作って、こういうふうに折っていくんですね。これ、糸一本だと思ってくださいね。で、まあ、いろんな折り方があります。ね、平折りとか、綾折りとか、代表的なものをこうやって作ります。で、今日、一部の、ね、簡単なの持ってきましたが、で、みんな布切ったことあるかな？切ると、こうやって、あ、見たことない、結構ある。眉も柔らかい。眉は結構硬いです。ね、多分結構しっかりしてますから。ふわふわではなくて、これ水につけてお湯使って、ちょっとふやけてから使うとね、いいというね。んで、これね、布になりますが、多分布をそのまま使うと、こうやって、ほつれてくると思います。これが、よいしょ、こうね。あ、ごめん、映せなかった。そうそう、糸が、こう、ね、分かれてくると。これが、ね、ほら、糸がピューって出てますよね。なので、糸の、寄せ集めというか、折られてる状態が布ってことです。だから繊維から糸を作って、布になってるっていうのが、この質問の答えかな。で、その折り方が、こういうふうにいろいろあるんだよって話ですね。まあね、折り方によって本当に丈夫になったり、例えば光沢が出たり、ね、いろんなことがあるので、ね、糸を選んで、折り方を選んで、で、布の種類がどんどん増えてきたってことです。あとはね、こうやってね、技術の進歩とかで、こうチュールって言ったりしますが、こんだけね、軽くて、透ける素材とか、いろんなものが出てきているので、ね、その素材を見て服を作るのがすごく楽しいってことですよね。はい。ということで、答えは、いろいろな種類の糸ということでした。さあね、クレープは小麦粉からできてますが、残念ながら焼いては作りませんが、布はそのように、作られてますと。はい、中国クレープさんよく覚えててください。さあね、次のね、質問ね、どんどんいっちゃいたいと思います。さあ、次の質問は、僕はこの春から、中学校に通っています。そこの制服はジャケットで、とってもかっこいいんです。だから僕は気に入っています。ね、みんなジャケット派、学ラン派みたいな、質問結構するんですが、クレープ食べたい。どっちもかっこいいですよね。ね、女の子はね、制服で学校選んだりとかね、楽しみな部分もありますよね。で、この前、帰り道に違う学校に通っている友達に会ったとき、彼の制服は学ラン、ね、こう、爪襟って言ったりしますが、こう、ね、ここの襟があるのがジャケットで、こう、ここにあるのが爪襟って学ランって言いますが、どちらにも袖のところにボタン、ね、ここにボタンがついていたと。で、
なんでここにボタンがついているのかなっていう話になりました。教えてください。花よりゲームさん。ね、なんかそういう話になったんですね。確かに、ジャケットのここにね、ボタンがついてるのって、まあ、別になんか、その出口を開けるためにっていうかね、飾りじゃないのとか思うし、でも、あれ、それをボタン外して着ることないですよね。だから、不思議に思うのはね、まあ、あるかなと思います。写真で言うとこんな感じですよね。しかもなんか、4つとか3つとか、ね、それも多分デザインだと思いますが、ね、そこまで機能性あるのかどうかなって言ったら本当に疑問なところがあります。ね、これ調べると、ね、結構明日言いたくなるような話が出てきましたよ。なんかでも OK。本当にね。はい。ね。で、なんでかというと、実はこんな人が出てくるんですね。ドン。これを。これはなんか言ってますね。寒いのはわかるけど、かっこ悪いじゃんって言ってますね。何を彼は言いたいかというとですね。彼ね、まあ、言ったら、よく戦いに行く人ですよね。いろんな国の領土を広げるために戦いをする人だったんですが、とっても寒い時に、ね、戦いがあって、まあ、それを指揮して部下を見ていると、寒いとみんな何が起こりますかね。そう。鼻水垂れませんか？で、その時に、もう兵士が言うたら、ハンカチ、ティッシュとかさ、ポケットティッシュとかない時代なので、こう、ね、ちょっと汚いけど、やっちゃうじゃないですか。仕方ないと思います。で、それなのにってかっこ悪いっていう話で、ここにボタンを、今はしないけど、でも当時は戦ってるし、もう、こんなんやってる暇も多分ないんでしょう。で、こうやっちゃうから、ここにボタンをつけたら、引っかかるので、その癖が治るんじゃないか。あとは、マスってその内側でちょっと吹くみたいな、ね、ことを、が言われてます。嫌がらせみたい。でもやっぱり、なんやろ、ちょっとさ、ここ、薄汚れてる兵士よりも、シャキンってやってる人の方が強そうに見えるじゃないですか。なので、そういうことでついたっていう説があります。説。結構ね、昔の話なので、本当かは、確認できないことがあります。ただでも、まあ、よくできた話というか、本当なんじゃないかなって思います。まあ、かっこいいし、ね、面白いよね。まあ、かっこいいし、ね、ストーリーとしてはとてもよくできている。で、まあ、そういうことが一つ説とあります。で、もう一つは、まあ、ジャケットを腕まくりするとき、まあ、お医者さんとかが、着てたら邪魔なので、腕まくりしやすいようにつけたっていうね、でそういう、話もあります。だから、イギリスでは、ウォーキングスリーブ、ボタンって言ってるんですね。なので、まあ、どっちの席が先かわかんないし、どれが正解かもしれない。わからない。どっちも正解かもしれないです。でもそういう風にして、決してファッションのついてるものに全部が意味があるんじゃなくって、まあ意味はありましたけど、そういうストーリーがはまれてるものもあるんだなっていうのが、すごく面白いですよね。いいとこに気づきましたね、友達と。はい。ね、花よりゲームさん、わかりましたかね。ということで、鼻水を拭けないように、ちょっと座りさせてください。はい。はい、ね、面白いですね。じゃあ、続きまして、めっちゃハガキが来てるんだなっていう感じですが、言ってますね。ドクリンゴちゃんから。私は白雪姫のお話が大好きで、映画も何回も見ていますね。ね、いいですよね。可愛いですよね。ね、白雪姫の多分一番有名なのがウォルト・ディズニーのお話だと思いますけど、あれディズニーが、まあ、アニメーションを作って、初めてそのね、動いてるとこ見たときに、なんか白雪姫がすっごい、まあ、白雪姫だから色白い、ね、女の人がまあ、動いてるんだけども、ものすごく病気っぽく見えたんですって、まあ、お家のくって。ね、だから、
タッフの女の人にチークを借りてこうポンポンと塗ったっていうね話を聞いたことがありますね。まあちょっとファッションじゃないけど、なんかそういうね話があって、すごくね綺麗な、ねすごく私も好きですよ。でこの前お母さんが洋服を買ってあげるって言って、ね、私はシェーキ姫みたいなお洋服がいいなと言いました。でもお店の人にそれを言うのはちょっと恥ずかしいなって思うんです。そこでもっと言い伝え方はないでしょうかと、いうことですね。なるほど。シェーキ姫の袖に名前がついてますかってことですよね。もちろん、ありますよ。なんという名前かというとですね、よじゃん、ハーフスリーブね、のこうやってね膨らんでいる袖のことをハーフスリーブって言います。うん、なので白雪姫の袖って言っても全然いいんちゃうかな。伝わるしね。でもあれもすごいよね、白雪姫ね。あのなんかねディズニーの映画のやっぱり袖って感じがねしますね。あのファッションデザインを考えて誰なのかな、すごい可愛いですね。覚えられない。ハーフスリーブ、ハーフスリーブって言います。ね、もちろん。あとはね、まあ、他にも、これ、ディティールっていうのは、袖の名前とか、襟の名前とか、ね、パーツの名前ね、ディティールって言います。いつもデザイン選挙もし見てくれた人がいると思うけども、あれもディティールを、選んで、いろいろガッチャンコして一つのものを作ってるんですが、お洋服も一緒です。いろんなディテールを、合わせていて一つのデザインしてます。あとはね、じゃん、ピーターパンカラーっていうのもあったりします。ね、これピーターパンカラーね。こう言われるとなんか、こんな着る子いんのと思うけど、意外にね、僕のファッションブランドに使われたりする、オーソドックスな、丸襟の、こういう襟のこと、ピーターパンカラー。でもこれも、さっきの一番初めの質問と一緒で、なんか流行りで生まれたり、する感じがありますよね。例えばすごく流行った映画で誰が着てたりとか、あとは、オードリー・ヘプバーンとかはね、特に昔の映画、ね、伝わるかな。最近世代考えずに食べるからダメですね。うん。また違う話ですね。それは置いときます。ピーターパンカラー。あ、色のこと、あ、襟のことですね。そうね、襟。ピーターパンも緑の服着てるからね、そんな感じがしますけど、あ、カラーね。カラーは、ごめん。カラーね、襟のことです。英語で。うん。だから、スタンドカラーっていうのが、さっきの、襟なしの子ね、なんか、チャイナ服みたいな。が、スタンドカラーって言ったり、あとは、ね、ラウンドカラー。シャツカラーといって、カラーってつくのは色じゃなくて、この場合は襟のことです。うん、いい質問ありがとうございます。そういうふうにして、名前ね、ついているんですね。ということで、はい、ディテールには名前がきちっとあります。ファフスリーブ。ぜひね、お店行って、ファフスリーブの何々くださいみたいなね、お話をしてみてください。はい。さあ、ね、まだちょっと読めてないものがあるんですけど、ね、今日もトントンと言ってしまおうかなと思ったのは、意外にね、いろいろ話しちゃった。ごめんなさいね、読めなかった人。まだ第2弾をね、置いてるから、置いてます。置いてるんですよ、これがまたね。次の話続くんですが。残った質問はまたね、違う機会に、次のね、動画モードでやりたいなと思います。だからね、これだけやっとこうかな。じゃん。今は何が流行っているのっていうことで、やっちゃいますよ。2018年 SS の、トレンドですね。よっ。さあ、夏トレンドチェック使ってますね。これから、の季節ね、いいものを着てほしいので、何が流行るかということで、まあ、春夏って感じですけどね。知りたいでしょ。ということで、1個目。じゃん。ラベンダーカラー。ね、ラベンダーカラー、まあ、紫の、淡い紫ですね。
これすごく、このシリーズに出てます。すごく女性らしい、ね、あの、なんかニュアンスとかも出るし、うん。一見難しいかなと思うけど、意外に、あの、派手すぎず、綺麗にこなせると思います。あと、なんか、色のものを着るの苦手だなっていう人は、ぜひね、あの、パンツとか、あの、顔から話すと意外に着やすくなるので、一度ね、あとは、な、靴とか、小物とか、カバンとか、に入れてみるのもいいんじゃないかなと思います。ね、これ1個目、ラベンダーから。そして、じゃん。大きめフラワープリントということで、まあね、花柄っていうのは結構ボタニカルブームというか、自然っぽいのがね、流れてあるので、ずっと結構流行っているように見えますが、今年はね、特に大きい花柄ですね、っていうのが流行っています。うん、なので大胆に、ね、使ってみるといいのかな。あとはお花自体をどこかにつけるとかも、結構コレクションで見ましたので、いいかもしれません。フラワーフランスね、大きめで攻めてみてください。そしてここがあのラッキーアイテム置いてるかなっていうところが派手派手ね、それがねファッション楽しいところですよ。アイテム置いてるかなって言ってましたけど、じゃん、ビッグパフ、ビッグパフ、あの実は今日私ね、私もビッグパフなんですよ。どうも白雪姫の、 あの可愛さはないですけど、ね、これでも別に今年買ったわけじゃなくって、あの結構古いシャツなんですが、まあ、流行が回ってるのかなっていうのもすごくねありますが、流行ってたんですよだから絶対売ってます。あの白雪姫とでくださいって言ってね、ビッグパフくださいって言ってみると、より、今年の流行りになるかなと思いますね。それだけじゃなくて、例えば、ね、胴のところが膨らんでるとか、パンツのちょっと膨らみがあるとか、ね、それだけのパフじゃなくて、いろんなところにディテールとしてパフを使ってるっていうのがコレクションで見られたところになります。さあね、さあどうですかね、取り入れたいものありましたかね。もちろんね、流行を追うことも大事だし、あの流行と全然違うところで流行ね生み出そうとね、王様みたいなやつ確かに王様もパフスリーブやそれもちょっとね、なんかあるのかもしれませんね。またちょっと調べたいことが増えちゃいますね。ということでね、なんかもうファッションの話になると楽しくていろんな方向いっちゃいますねはい、あっという間の40分間になりましたが、まあ、ちょっとね、チャットを書き込めるように、僕のね、何か質問があれば、次の、ね、どうも、モードで出てくるかもしれないので書いてみてください。ということで、面白かったですか？ありがとうございます。お送りしたのは、チャイルドケモハウスアートディレクターの岡奈子でした。それではまた、すぐにお会いしましょう。さよなら。